ここまでのファイナルファンタジー13-2。どこ？これで決まりだ。パラドックスが溶けていく。痛くて息苦しくて。クリスタルが語る時の記憶。セラは恋人スノーと再会する。彼もまたゲートを越え未来で戦っていた。スノーはコクーンの危機に立ち向かっていた。無数のプリンが合体した怪物にクリスタルの柱が侵食されていたのだ。プリンたちは一体どこから来るのか。パラドクスの原因を求め、セラとノエルは時を超える。無茶はしないと約束して一人残るスノー。だがその様子にセラたちは不安を抱く。思った通りだ。一人で戦ってるんだ。
結局助けられちまったな。やっぱ一人じゃ無理だったわ。勝ち目がないって分かってたんだろ。なんで戦った？ファングとバニラがな。無謀なのは分かってたが、柱が蝕まれるのを、二人が傷つけられるのを黙って見てられなくてよ。仲間のためにじっとしてられなかった。バカだ。言い返せねえや。あんたみたいなバカが一番嫌いだ。守る守るって、守られた方がどう思うか考えたことあるのか？自分のこと考えてくれなきゃ、あんたが守りたかった人が悲しむんだ。だけどお前もセラを守ってくれたろ。元いた場所ではお前の村や大事な人を守ってた。俺とやってること同じじゃないか。違う。俺はできなくて、守れなくて、だから一人残って。でもそうだな、ノエルの言う通りだ。生き延びなくちゃ守りたかった奴の笑顔も見られなくなるもんな。一人で突っ走って悪かったよ。スウォー。つうわけでセラのガードもうしばらく頼むな。なんだよそれ。時間切れだ。どうして？パラドックスは解決したよ。解消したからこそだ。時間が正しく流れたら、その時代にあるはずのないものは消える。スノーは矛盾が生んだ消えゆく歴史から来たから。いや、嫌だよ。どうして？悪いなセラ、そばにいてやれなくてさ。ダメ、どこにも行かないで。離れるのはもう大丈夫。ヒーローは消えねえよ。ルシの楽園、どうして？またな。スノー。時間を変えるってこういうこと。スノー、ルシにされてどうして？されたとは限らない。自分からルシになったのかもしれない。そんなわけない。自分から望んでルシになる人なんていないよ。守りたいものがあったら、守るために力が必要だったら。でもだってルシには使命があるんだよ。成功しても失敗しても。あいつは自分を顧みないで人を守ろうとするタイプだろう。仲間を助ける力が手に入るなら喜んでルシになってやる。そんなこと言いそうだ。そういう人嫌い？嫌いだけど気持ちはわかる。決めた。スノーは誰かを救おうとして無茶ばかりするから、そういう彼を私が守る。私がルシになった時支えてくれたのはスノーだから、今度は私の番。今は離れていても必ずたどり着くよ。了解。それまで導くよ。あいつに頼まれたしな。クッポン。別れを迎える時、人の思いは二つに分かれる。ある者は共に過ごした過去へ戻りたいと願う。またある者は再び出会う未来を目指す。セラ、お前が目指す未来へ歩き続けてくれ。これで今すぐ黒雲が落ちることはない。あとはホープの仲間がうまくやってくれるって信じよう。
俺たちには取れなくてもモグならお手の物だよな。お任せっぽ。飛んでこい。新しいゲートか。行こう。許すのか、彼らを。決めるのは私じゃない。時の流れを乗りこなすのは簡単じゃないのクポ、うん、また乗ればいい。今は休憩。ありがとう。なあセラ。ん？俺はライトニングのことを夢で見たって言ってたよな。ああいう夢って今でも見る？ううん、お姉ちゃんの夢はあれから見てないかな。その日あったことを夢で見ることはあるけどね。そっか。どうして？なんでだろう、うん、じゃあ私も質問。あの子ユールのこと。セラが会ったユールのことはどっちも知らない。どういうこと？あの子も私たちやスノーみたいに時間を旅してるんじゃないの？そうじゃなくて、代々生まれるらしいんだ。時読みの一族の中から、同じ顔で同じ力を持って、そしてユールという名前を継ぐ。それぞれの時代にそれぞれのユールがいるってこと？じゃあオルバ教で会ったユールとヤシャスさんで会ったユールは別人。二人とも俺の知ってるユールじゃない。
別人だなんて信じられなかったけど。クポねえノエル、私たちが時間を超えてパラドクスを解消すれば歴史が変わって、ノエルが暮らしていた時代はどう変わるのかな。ひょっとしたら俺が存在しない歴史になったりしてな。可能性あるの？あくまで可能性。そうなってもいいんだ。出会わなければあんな悲しみもなかったんだから。行こう。今は早くライトニングに会いたいだろ。うん、前に来た時となんか違う気がする。モグ、ここも時の狭間なのか？時の狭間に間違いないクポ。ここはいっぱいあるバルハラの影の一つクポ。似てるけど別の世界ってこと？だから景色がちょっと違うんだね。納得。少し探検してみよう。いいぞ。クポー、クポー、飛んでこい。ナイス。モグ、そこだ。
デミーは人々を統治する機関となった。彼らは新たな都市アカデミアを建設。その規模はかつてファルシが築いた国運の首都エデンをも凌駕していた。数百年に及ぶ計画の基礎を築いたのはホープ・エストハイム、アカデミー早々期の若き指導者であった。科学は超速の進歩を遂げ、人はついにファルシを創造するに至った。機械仕掛けの半身デミファルシのもと、町はかつてない繁栄を謳歌していた。未来を導く力、定められた運命を変える力、それは時に誰かの幸福な運命さえも変えてしまうかもしれない。それは人が手にしたことのない力。真の使い方を知る者はない。セラ、答えは絶望の果てに自分で見つけるしかないんだ。こんな町どうやって作ったんだ。長い時間をかけて作ったんだろうね。たくさんの人たちが力を合わせて、何十年か、もしかしたら何百年もかけて未来を夢見て積み重ねたのか、うん、なあセラ、未来を作るには何かを変えるしかないって思ってた。でも何かを続けることで実現するやり方もあるんだ、うん、自分が生きてるうちに完成しなくても次の時代の誰かが理想を受け継いでくれるって信じて希望を捨てなかった。ホープ君のやり方だね。一緒に見たかった。ユールと？ノエルの特別なんだね。なのに守れなかった。誰がこんなことを。人じゃない。止めてやる。
流れに逆らうのは無理だな。向きを切り替えられるかも。スイッチを探そう。まさか俺たちのことか。機械に敵だと思われたのかも。まずいな。突破口を探さないと。アクセスできそう。調べてみようか。賛成。状況がわからなきゃ戦いようがない。Thank you.
誰が閉めてるんだ。人間じゃない、全部機械の仕業だよ。ネットワークの復旧作業中です。データベース上で不正な情報が増殖しているんです。不正な情報、それってパラドクスの影響か。そう考えています。このままではネットワーク全体が汚染されてしまいます。何か手伝えることはありませんか。あります。パラドクスは地形図のデータを中心に広がってるんです。正しい地図データに差し替えれば汚染は止まるんですけど。正しいデータが手に入らない。そうなんです。必要なのは誰かが実際に歩いて確かめた地図、到達度 100% のエリアマップですね。壁の前に陣取ってる奴がいるな。他の壁も同じやり方で突破できそうだ。ダメか。こっちも。
ぱり罠だよ。みたいだな。降参だ。無駄な抵抗はやめるから顔ぐらい見せてくれ。カイアス、降伏と見せかけて時間稼ぎか。安易な策だな。始末する価値もないだろ。いいな、君たちは敵、時の矛盾そのものだ。消えてもらわなければならない。200年前、君たちは封印された歴史を知り、あの塔で葬られた。だが再び私の前に姿を現した。これがパラドクスでなくて何だというのだ。塔とか封印された歴史とか何のこと？もしかしてこれから起きることなの？あり得る。俺たちはこれから200年前に行ってカイアスに会うのか。殺されるつもりはないけどな。間違いなく同一個だ。歪みが生んだ逆説か。あんたらしくないな。俺たちが邪魔ならどうして自分で手を下さない？犠牲が大きければ罪の重さを実感できる。だからあれの力を借りた。セラ！したんだ。